チスル TV。 3ヶ月に及ぶすする改造計画によって12キロの減量に成功したすする。果たして今回体重はどうなってしまっているのか。というわけで10日日曜の体重測定やっていきましょう。おはようございます。今日も体重測定お願いします。はい、やってみます、はい、うわ、やば、マジか。うわどうでしたか。ちょっとダメですね。ダメでした。ダイレクトに数字に現れてる感じが。昨日ちょっと飯食ってすぐ寝ちゃったっていう事件が発生して。おお、なるほど。結構帰り遅かったりとかしたんですか。ちょっと帰りが遅くて。やば、うわ、なんかそれがなんかダイレクトに出てるような感じが。今日一気にそれにしても増えましたね。一気にボーンってなんかいきましたね。うん、ここ1週間ぐらい結構摂取量上がったりしたんですか。いや、そんなじゃないですかね、多分。摂取量上がってないとしたら、はい、食べる順番とかタイミング。タイミングな気がしますね。まあ、先おっしゃったように夜遅くね、食べるとか。そういうところですよね。食べる順番は大丈夫そうなんですか。順番は割と多分気付けてるつもりだよね、それは。はい、じゃあ時間帯気をつけましょうか。そうですね、食べる時間は、はい、うん、どんな感じで食べてますか、時間は。最近ここ1週間は、ここ1週間ぐらいですか、はい、基本その夜は抑えめで、うん、まあ、ラーメンとか食べるの昼、全部昼に食べるみたいな感じにはしてるんですけど、うん、昨日はちょっとミスりましたね。ミスったというか。まあまあ、やっぱり8時9時以降食べないっていうのはですね。そうですね、うん、でもし食べる場合、お腹空いた場合はプロテインだけに済ませるか、うん、まあ、自炊のものですよね、うん、で、少量で済ませるっていうところですよね。このお皿一つ分ぐらいですよ、夜9時超えたら、うん、で消化にいいもの。なんかあれダメなんですよね、最近ちょっと、うん、そんな感じしますよね。だってよくてキープぐらいでしょ。まあまあまあ、うん、最近7月末ぐらい結構頑張ってたんですけどね、はい、うん、一瞬だったマジで。まあどうしてもね、気の抜けてしまうタイミングっていうのはあるんですよね、うん、うん、まあでもいいきっかけだと思ってまた気持ち切り替えて、はい、ここでね、うん、落とせる力は持ってるので、うん、ね、1回71とか、ね、60いこうかっていうところまでいけてた人なんでね、はい、うん、絶対いけるはずだから、そこは自信持ってもらって、うん、うん、でまあ、8月で、ね、頑張って落としていこうかっていう話だったんで、まあそうですね、うん、でまあ、スタートがすごい増えてるんだけども、ね、まあ伸びしろがあると思って、まあ逆に考えたらそうですね、もうこれ以上増えること絶対ないぞぐらいの気持ちで、はい、うん、ちょっとずつ減らしていこう、はい、うん、お疲れ、今すぐあなたに会いに行くから、待ってて、やらなきゃならないこととか全部後回し、上げるときは真ん中で来た。